なあ、邪魔すんじゃねえよ。さっさと始めようぜ。なんか使えそうなもんは。すみませんでした。ありがとうな。かかってきやがれ。よし、やるぜ。敵なしだな。
ただじゃ済まさねえ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。はっ、掴めたんじゃねえか。いらっしゃい。ありがとう。上昇。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございました。ナンバー、仕事場から直接来たのか。ああ、
一日中立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえ。マサ、ビールおかわり全員分ね。サラリーマンが板についてきたね。サッチョンの方はどうなんだ。店の方は正直景気は悪いね。細々とまあなんとかやれてるって感じかな。そっか。でも野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね。あの店はきっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスター、ありがとう。久々に会ったんだ。申し訳。今日はガンガン飲もうぜ。そんな張り切ってお前、潰れんなよ。よっしゃ、じゃあ改めて乾杯。乾杯。乾杯。今日蝶たちはやっぱり来ねえって。ああ、半純義もな。だよ、付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあな、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界で真っ当に生きようと思うんならなおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ、うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目で。冗談だよ、春日はよくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね、そういうのかっこいいって思うよ。そうか。うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え？え？デートの一つくらいはしたのか。な、何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな。このヘタレが。ちょっと待ってって、何言って。カスガ、お前さっちゃんに惚れてんだろ。いや、それは、その隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。まあ、あんなことは気にすんなって。それよりも動くんなら今なんじゃねえか、先生。お互い散った生活も落ち着いただろうしな。そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでも、んなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには不渡客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんな有様佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか。最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。
なーに足立さん、また悪い遊びしてんの？まあな。あ、そうだ、さっちゃん、この前よ。飲んだ。大丈夫かよ、ナンバー。ふらついてんぞ。しゃあねえな、俺がついてくわ。どっちにしろ駅行くしよ。大丈夫だって。どこがよ。ほいじゃな、まあ機会があればまた飲むや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。足立さん。ほら、ナンバー、帰るぞ。開いてくな。大丈夫かな。さーて、私も帰るか。じゃあまたね、一番。ああ、さっちゃん。ん？あ、いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。さっちゃん！え？ちょっとさっきから何？悪い。あのよ、今度どっか遊び行かねえか？え？何？もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ？あ、いや、そうじゃなくて、二人でどっか行かねえか？終わった。だよ、もう。あ、もしもし。ごめん、急に言われてテンパっちゃって。いや、こちらこそ大変ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい。遊び行くんでしょ、二人で。え、それつまり。楽しみにしてる。じゃあまた。やった！やったー！やっほっ！なんだいっちゃん！よっ！元気にやってるか、おい！なんだなんだ！やめろよ、バカ！やってんだお前ら。よー、おっちゃん、おっちゃん、やった、俺やったんだ。おいおい、どうした、じゃ酒くせ。いいじゃねえかよ、今日はめでたき日だ。ブレコと行こうぜ。な、なんだなんだよ。それ、踊れ踊れ。いっちゃん、いいことあったのか。ハレルヤ、よせこの酔っ払い。なんだよ、ハレルヤ、宝くじでも当たったのか。いいじゃねえか、いいじゃねえか。ハーレルヤ、どうしたんだ。ハーレルヤ。
そうか、OK もらえたか。やったじゃねえか。楽しんでこいよ。なんでしょぼくれてんだよ。いや、よく考えたら俺20年近く無所にいただろ。まともなデートなんかしたことねえんだ。もしさっちゃんをがっかりさせちまったらって考えると。おい、ネガティブになるなよ。デートでの失敗なんて誰にだってある。ビビらずドーンと行けって。失敗してさっちゃんに嫌われたらどうすんだよ。付き合うどころか絶交されちまうかも。決めた、デートは断る。てめえから誘っといて断ったらそれこそ絶交だろうが。じゃあどうすりゃいいんだよ。どこに行って何を食って何を喋りゃいい。全然わかんねえんだよ。しょうがねえな。こりゃ俺らの出番みてえだ。そういうことらしい。え、おめえらデートしたことあんのかよ。まあ人並みにはな。力になるからよ、せっかく掴んだチャンスだ。ものにしようぜ。おめえら恩に着る。さて、じゃあ何から話すかな。まずはデートに臨む心構えからいくか。だな。まずは何よりも変に肩肘張らねえことだ。デートってのはお互いをより深く知るための時間だからな。自然体が大切よ。なるほど、自然体か。いや、それは違う。え、女の子がデートに求めるのは特別な時間だ。記憶に残るような特別な一日。自然体なんかじゃなくてバリッと決めていけ。なるほど、特別な一日か。あれ、でも言ってることがナンバと逆じゃねえか。どっちが正しいんだよ。こういうのはおとなしく年長者の言うことを聞いとけ。伊達に人生経験積んでねえぞ。いや、足立さんが正解ならなんでその年まで独身なんだよ。やっ、ナンバだって彼女の一人もいねえじゃねえか。痛えとこをつきやがる。思いついた、今から街出ようぜ。そんで俺とナンバがそれぞれアドバイスする。どっちのアドバイスを聞くかは風がおめえ次第だ。どうだ。望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ全員は急げだ。おお、よろしくお願いします。駅前に来たけどよ、これからどうするんだ。気を引き締めろ春日、授業はもう始まっている。おお、デートの極意レッスン1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか、肝心なのはそこだ。何しろ相手にしてみりゃそこで目にするお前がデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど、確かに。どういうこと。じゃあ一番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ。そりゃ普通に立って待つんじゃねえか。ああ、硬い、緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃあさっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でもじゃあどうすりゃいいんだい。いつも通り自然にだよ。そら、そこのベンチにでも腰掛けて、なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。え、寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあ
そうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ。まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔守ってあげたくなっちゃうてなもんよ。そうなのか。なあ足立さんはどう思うんだ。論外だ。ベンチでうとうとだ。言ったろ、女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番いつもよりなんか素敵。これからいつもと違う一日が始まるかもてな。おお、まあ確かに気合は伝わりそうだな。なんだよ、そんならお前どっちのアドバイスを採用するんだ。あー、そうだな。足立さんのアドバイス通り立って待つことにするよ。は？なんでだよ。いや、逆の立場で考えたらよ、俺が待ち合わせ場所に来た時さっちゃんがベンチで寝てたら仕事で疲れてんのかなとか気使ってデートどころじゃねえと思うんだよ。まあそれは確かに、うん、その通りだ春日。バシッと決めて仁王立ち。これが粋な男の待ち姿よ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ。普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気ぃつけるわ。ありがとな。しゃあねえな。今回は足立さんに花を持たせてやるよ。じゃあ次のレッスンと行くか。デートの極意レッスン2。デートの行き先だ。おお、それそれ、そいつが聞きたかったんだ。俺洒落た店なんて全然知らねえからよ。洒落た店？おお、デートつったらよ、やっぱイタリアンとかフレンチとかそういう洒落たとこがいいんじゃねえのか。なんだよ。デートはおしゃれなレストラン。一番、お前はマニュアルにとらわれちまってる。ああ、そんないかにもな場所を安易に選んじゃ特別な一日にはならねえ。春日、お前が本当に輝く場所を選ぶんだ。俺が本当に輝く場所？そんなとこあんのかよ。ああ、あのインドカレー屋だ。カレー屋？あの店は裏メニューで100辛を頼める。スコビル値にしておよそ120万、タバスコの500倍以上の辛さだ。500倍？ええ、辛いもの好きどもが尻巻いて逃げ出す化け物メニューだ。今のところ完食できた人間は一人もいねえ。そんな化け物をお前がペロリと平らげたらさっちゃんはどう思う？辛いもの好きなのねとか。バカ、吹き出す汗を拭いひたむきに打ち込む男の姿を見せてんだ。これに惚れないやつはいねえ。これぞお前の最も輝く瞬間だ。そうか。バカ、なんで完食前提で話してんだよ。生きった挙句食い切れなかったらそれこそ最悪だろうが。確かに。何べんも言ってるだろう、自然体、変に無理することはねえんだ。肩肘張らずにお前が通い慣れてる店に行けよ。そうは言っても
いつも行くとこなんて牛丼屋くらいしかねえよ。だったら牛丼屋でいいじゃねえか。え、デートで牛丼屋かよ。デートに決まりなんてね。大切なのはリラックスしてお前らしく接することだ。それには生き慣れた場所が一番なんだよ。まあ確かにイタリアンやらフレンチじゃ緊張して俺らしくどころじゃねえかもな。バカ、牛丼屋なんてカッコつかねえだろ。百から食って男見せろ。カレーと牛丼以外に選択肢はねえのかよ。そうやって悩んでたら当日も優柔不断な行動になるぞ。ほれ、バシッとどっちか選べ。マジかよ。まあ強いてどっちか選べって言うなら、どっちかって言われると牛丼屋かな。おい嘘だろ、デートで牛丼屋って。よく考えてみたらよ、俺が黙々と激辛食ってる間さっちゃんは何してんだ。そりゃお前の勇姿を見つめてるんじゃねえのか。それさっちゃん楽しいかな。デートの目的ってかっこよさをアピールすることなのかな。他に何があるってんだよ。いや、せっかくなら会話を楽しんだり、そう、二人で楽しめねえとしょうがねえんじゃねえかなって。ふっ、それはまあその通りだ。いいとこに気がつくじゃねえか、一番。だよな。あ、となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだい。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。うん、そうだ、よくぞ気づいた。いや、お前がそれに気がつけるか、あえて引っ掛け問題を出したんだ。なんか思ったよりちゃんとしてるな、こいつ。だな、ちょいと尺だが一安心だ。いやー、二人のおかげでデートの心構えがめきめき上達してるぜ。そう、次は何を教えてくれるんだ。よっしゃ、次が最後のレッスンだ。ついてこい。よくぞここまでついてきた。最後のレッスンはデートの要、服装だ。もう難波が何言うかは分かってるぜ。いつもの洋服、つまり今俺が着てるこれだろ。いつも通り自然体にってな。違うな、そんなの全然自然じゃない。え、生地本来の色じゃないだろう。つうわけで俺が勧める最も自然なデート服がこれだ。これがデート服。随分とシンプルだな。自然な装いってのは突き詰めていけばオーガニックにたどり着く。この服は麻やコットンから作られていて、化学染料も一切使ってない。つまり環境に優しい自然素材ってわけさ。なるほど、こういう自然の形もあるのか。でもさっちゃん、びっくりしねえか、俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな、人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみを感じるぜ。何より環境に優しい男は好感度爆上がりだろう。そうなのかな。でもまあ確かに環境に優しいに越したことはねえな。おいおい、目を覚ませよ春日。環境保護活動に行くわけじゃねえ、デートに行くんだ。自然か天然か知らねえが、こんなんでさっちゃんの心がときめくわけねえだろ。じゃあ足立さんのおすすめは。見ろ、これがかっこいいデート服だ。これは
さすがに派手すぎねえか。春日、なぜ蛍が光るか知ってるか。急に何。オスの蛍が光るのは求愛のためだ。愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え、カスガ。サッちゃんを射止めるために命を燃やして叱るんだ。そう言われたら確かにこのスーツがかっこよく見えてきた。さあ、俺とナンバのコーディネートどちらか選ぶんだ。どっちを選べばいいんだ。どっちも正解な気がして選べねえ。悩むな、一番。自分を信じろ。分かった。じゃあ俺が選ぶのはナンバの方にする。自然体にってアドバイスをずっともらってたからな。服装もその線で行くことにするわ。そうか、なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデータにしろよ。だな。俺らができることはここまでだ。成功を祈るぜ、一番。おめえら。おう、任せとけ。二度と笑えなくさっさと始めようぜ。よし、やるぜ。ほら、一新の出来じゃねえか。分かってきやがれ。俺の番だ。社会ってものを教えさっさと始めようぜ。俺の番だ。一新の出来じゃねえか。お前エキストラで映画に出てきたんだよ。すごいな。間違って裏垢じゃなくて本垢の方で口つぶやいちゃった。
文句あるのか。許さないぞ。かかってきやがれ。よし、やるぜ。ハロー。ご苦労さ。向かうところ敵なしだな。イラつくんだよ。頭に来たぜ。さっさと始めようぜ。俺の番だ。やるぜ。ハロー。真の出来じゃねえか。ありがとうございました。全然今来たとこです。もうなんで敬語なのよ。それにしても今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これみんなに見繕ってもらってよ。変だったか。ううん、いいと思うよ。さあどこ行く。おう、まずはごめんなさい。また来てくださいね。はあ、ここも満席か。まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ。これで候補の店は全部なんだ。そうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうね、ま、あるにはあるけど。おう、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え、どこなんだ。そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。さっきからずっと歩きっぱなしだしね。寄ってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど違うの。そんな
明るいうちから。昼とか夜とか関係なくない？とにかく私もう我慢できないのよね。あのよ、さっちゃん。ん？こんなこと言うと根性がねえって思われるかもしれねえけど、正直に言って俺怖いんだよ。怖い？あ、なんかわかる気がする。私も怖いなって思う時があるよ。え、さっちゃんも？うん、将来のこととか考えるとやっぱりリスクがあるしね。だったらなんでホテルなんかに？は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？一番そういや、足立さんって若い頃どんな感じだったんだろうな。どうしたの急に。いや、俺たちが出会った頃はすでにあの見た目だろ。だけど当然足立さんにも10代や20代の頃があったわけだよな。そう言われたらそうね。身長も高いしかなりイケメンだったかもね。今度足立さんの若い頃の写真を見せてもらおうぜ。武勇伝と一緒によ。武勇伝は話半分に聞いといた方がいいかもね。多分持って話すと思うから。ちげねえや。そんじゃ難波も誘ってみんなの若い頃の自慢話大会しようぜ。もしかして私とデートするよりなんちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。お、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな。早速行ってみようぜ。すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら？おう。どうかしたの一番？いや、難波とは足立さんの紹介の店っていうからてっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。
早速注文しようよ。お、おう。じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、純国魚の煮物をください。お客さん、それはね、春告げ魚って読むんですよ。え、そうなんですか。すみません。うわ、やっちゃった。恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないぜ、さっちゃん。普通に考えてこのメニュー全部読める人間は相当少ないはずだ。それなのに振り仮名が書かれてねえってのが問題なんだ。ちょっとそんなこと言わなくても、うちら一元なんだしさ。聞こえてましたよ、お客さん。うちの品書きに不満があるようですね。ごめんなさい、不満なんてとんでもない。いや、その兄さんの言う通りだ。え？うちに来る新規のお客さんは一元で終わる人が多くてね、なかなか常連が根付かないんです。その理由を考えたところ、格式を優先した結果ハードルが高くなっているんじゃないかと。ああ、もちろん格式は大切だけど、威圧感が勝って客を遠ざけるのは本当の高級店とは言えないと思うぜ。おっしゃる通りです。早速品書きにも振り仮名を記載したいと思います。正直なご意見ありがとうございます。すごい、一番の意見がお店を動かすなんて。こういう店でも雰囲気に飲まれない一番ってすごいね。思ったことを正直に言ったまでよ。ほら、メニューのここ見てくれ。海にローなんて何の料理だかさっぱりわからねえだろ。いや、それは普通にエビでしょう。え、これでエビ？さすがにそれは読めてよ。私が恥ずかしいわ。まあまあ、お二人には感謝の印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え？私あんみつ大好きなんですよ。嬉しい。いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。本当美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。きゅ、やっぱ。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの三人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの？うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして、だから私、田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、
彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするのは。田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか。わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ。一番、ちょっと協力してくれる？え？うまく演じてよね。いかにも私の彼氏って感じで。え？彼氏？そんな、急に。あれ？さえこさん、偶然だね。何してるんだい？何って、見たらわかるでしょ？彼氏とデートしてるのよ。彼氏？そのおじさんが？どうも、サエコさんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた？私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼はサエコちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。あんたがサエコさんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？ハローワークで働いてるぜ。契約社員でな。契約社員？非正規労働者の分際でサエコさんとお付き合いなんてありえないでしょう。んなこと気にしないってな。では彼氏さんに質問しますが、もしも紗友子さんが1000万の借金を負ってしまったらどうします？私ならポンと払ってあげられますが、あなたも？俺にはそんな大金とても無理だ。でしょうね。あなたに紗友子さんは守れませんよ。だけど俺はさっちゃんの話を何時間だって聞くし、何時間だって一緒に悩むぜ。それが彼氏ってもんじゃねえのか。一番一緒に悩んで何の解決になるんです？二人とも不安な気持ちになって終わりでしょう。終わりじゃないわよ。一緒に不安を抱えてくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。マイナスかけるマイナスはプラスになるのと同じよ。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさか紗友子さん、本当にこのおじさんが彼氏だって言うのか？さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて今後は私に付きまとわないでくれる？ああ、約束するよ。ただしお前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがってぶっ潰してやる！ぶっ潰す！いつでも行けるよ。やるぜ！うっ！
上昇上昇。最後まで悪あがきしやがって。だけどこれであいつがさっちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。はあ、最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね一番。そうか、そりゃよかった。一番、あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよ、サッちゃん、俺と結婚してください。一番、男カスが一番、この先何があろうともサッちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。サッちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯炊事買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか大家さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だからって
天国のおやつさんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね、一番。今日は楽しかった。え、ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺、何かまずいこと言っちまったか？ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ。明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。え、あ、それで返事は？ったく、初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。面目ねえ。まあけど、肝がられるだけならわかるけどよ、それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや、別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒、怒発点を作ってやつだ。ああ、終わったな、こりゃゲームオーバーだ。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。ちょ、そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。は？ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさっちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど。いや、今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことだ、さっさと見切りつけて途中で帰ってたろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ、ちょっと今繰り返してみ。え、今？恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。俺、先。まず最初に、自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。うん、まあ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 、別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で、次は？次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる。だから結婚してくださいって。なんだよ、早速来たな。あのな、一番、さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか？あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか？その次は、さっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。おいおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか？
女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。そうだったのか。あっちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。でその後は。あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。ねえ、くそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか。それからもしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人でおやすさんの墓参りに行こうって。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってねえか。ああ、これで終わりなはずだと思う。最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったのか。最悪だ、俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうだな、愛想つかされてるかもしれねえが何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと。おう、あばよ。
じゃねえぞ。かかってきやがれ。よし、やるぜ。ほら、向かうところ敵なしだな。さっちゃん。おお、一番じゃん。偶然だね。いや、探してたんだ、さっちゃんのこと。一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え、謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った？あの後、足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まず、さっちゃんのこと女なのにとか変な決めつけしちまってた。それに、さっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって、それに家事を手伝うだなんて、花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。まだある、ガキができたらとか、子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんで、おやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか、その気持ちは嘘じゃねえけど、結婚がおやっさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえ、さっちゃん。なーに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだな、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの？でもよ、だからなんで。いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。さっちゃん。そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろ。じゃあね。よし、今日も仕事頑張るか。おはようございます。あ、春日君。おはようございます。今日もよろしくお願いします。あの
ちょっと今いいかな。え、ああ前にやった倉庫の整理とかすか。任せといてください。あ、いやちょっと伝えたいことがあって。会議室行こっか。え、はい、わかりました。え、契約終了。いや参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない。なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。あの、俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか。あ、いや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 、春日君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいでさ。そうなんですか。わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこすかね。数が一番最後の一日まで全力で働かせてもらいます。あ、いや出勤はその今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことすか。確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。ああそれは大丈夫、足りない分も特別に有給って形で処理してくれるってすごい特別待遇だよ。そんな悪いっすよ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても俺全然働きますから。とにかくごめん、これもお目の方で決まっちゃったことでさ、今まで本当にありがとう。で、わかりました。改めて今までお世話になりました。ありがとうね。あの、そう、ありがとうございます。あの、すんませんでした。あの、ありがとうございます。別に元に戻るだけじゃねえか。よし、
おい、あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。お帰りなさい、春日さん。え？誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件？元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク、近江と同情会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だなあ。誰がそんなこと言ってんだ。んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。でぶっちゃけどんくらい稼いでんの。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど、両親は痛まないんすかね。邪魔だ。いってえ。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケーカット。カメラの前で暴力はまずかったよな春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。呆れて物も言えねえよ。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやがれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ。ほとんど見ねえし。マジかよ。めんどくせえな。おい、見せてやれ。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。早速ですが今回の告発はこちら。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ。佐々木、1年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。
で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、何なんだこりゃ。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか、タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ春日さん。ふざけんな、全部デタラメじゃねえか。デタラメって、いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうか、なるほど。急にハロワクビにされたのもこいつのせいか。んなことより、俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ、こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット、誰だそれ。おい頼むぜ用心棒。何、こいつ殴ればいいの。そう、軽く気絶させるくらいでいいからよ。ああ、前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前。俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。ていうか、ストリートファイト最強、格闘系の朝倉チャンネルって知らない？今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだ、サッチさ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に、俺は殴れりゃいいから。よっしゃー、これでうちのチャンネルも一気にメジャーになんぞ。よし、じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木って、なんで佐々木が出てくんだよ。ああ、元横浜日渡し会の佐々木、もうとっくにネットで特定されてんだよ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえ、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞマジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。地獄を見せてやんよ。俺の番だ。おい、やろうぜ。ほら、うん、
ツンと行くぜ。よし、やるぜ。はっ、俺の番だ。はい、真の敵じゃねえか。よし、上昇上昇。驚いた。強いな、あんた。ありがとうよ。そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度またやろう。こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。ありゃただもんじゃねえな。引き続き綿密な取材のもと、世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な、畳むことになっちまった。今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。なんてこった。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。俺たち三人が急に職を失い、銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中。まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。タタラヒソか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系。今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ。とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになってたな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。でタタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。
たたらってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージ送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にたたらが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は花から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん。ナンバー俺のせいだ。あ？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとは薄々思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みたいなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー足立さん、すまねえ。けど元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。親さんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああ